小賀義次4月19日から1978年3月5日は、日本の実業家、小賀商店社長、尖閣諸島所有者、福岡県人、小賀達志郎の長男。父、達志郎は、筑後国阿賀郡山内村出身である。八女地方はお茶の産地として知られ、小賀家も茶栽培を主とする農家だった。小賀家の三男だった達志郎は、 1879年、沖縄に茶の販売に来た。商売は順調に伸び、伊吾達郎は中に今日構えることになった。吉次は1918年、家督を相続した。海産物輸出商としてほとんど全県下に取引網を有した。時世の新運に伴い、組織を株式会社に変更し、自らその社長となり、 家業堅実にますます流星の一図をたどった。なお、業務の傍ら、那覇無人の監査役であった。その他那覇市水産会大議員、同評議員、那覇活ツ武商同業組合、財団法人沖縄小学会、沖縄県体育協会、那覇市体育協会等の各評議員として、多方面に重きをなした。1972年、南小島と北小島を、 埼玉県大宮の栗原国旗に上九1978年3月、死去。小賀義嗣とその妻、花子の墓は、埼玉県大宮の総統相体制山府門院、栗原家代代の墓所にある。姿生音響であり、実直、しかも明瞭活発な反面があり、スポーツに趣味を有した。小賀義嗣について、栗原博之によれば、 生活ぶりはかなり質素だったと聞いている。家はうろさえしのげればよいという人だったようだ。石垣島の地主で金持ちのはずだが、ほとんどのお金を八重山のスポーツ振興にあてていた。という。住所は沖縄県那覇市西本町。ありがとうございます。